華泉村は、愛媛県野間郡の地、越知郡にあった村である。1925年に、菊間町との一町一村の合併により、菊間町となり、自治体としては消滅した。菊間町は、平成の市町村合併で、今治市となり、現在に至っている。現在の今治市の西部、高輪半島、菊間川の上流域の山村。菊間川に沿ってわずかに平地が空けているものの大半は山地。菊間川とその両岸の平地で、菊間町に接し、背後は300から400メートルの山々で、立岩村や竜岡村に接している。華泉村の系譜。町村製紙工事。浜、あ、いう。長坂菊間村菊間町。西山、池原、高田、松尾。川のない華泉村。川上、中川、助方、亀岡村、種江、今治市今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大成町、吉海村、宮久保町、博多町、上浦町、大三島町、関前村。明治41年1月1日町制施行。大正14年4月1日合体。昭和30年3月31日合体。平成17年1月16日新設合併。新、今治市発足。今治市以下の市町村の合併以前の系譜は、それぞれの市、町、村の記事を参照のこと。合併前の旧六村の名をそのまま大字として継承した。合併し菊間町になっても継承された。なお、現在、今治市になってからの地名表記は、菊間町に、旧の大字を続ける。大字はつかない。鉄道は通っていない。最寄り駅の JR 菊間駅は、当村が菊間町になって、以降の開業である。現在は、菊間町、西山間を中心とした道路の整備が行われている。ありがとうございます。